皆さんこんにちは、今回はですねオンラインマッチで対戦相手に切断をされても契約 GP を払わなくすることができる裏技の方を紹介していきたいと思います。僕はあまりウイレのオンラインマッチはやらないんですけど、ちょっとオンラインやり込んでる方からちょっと聞いた情報になります。で、僕の方でも検証してみて3試合ともやって、全て払わなくて済んだっていうことだったので、動画の方でこちらで紹介していこうと思います。この情報ですと稀に切断負けとなってしまう可能性もあるので、これは自己責任でお願いいたします。では試合画面でちょっと解説していきたいと思います。これはオンラインマッチのステージ2になります。前半10分で僕が FC 東京で2点リードしています。で、数人エンリキ選手とミリク選手が、そしてベンチにもう一人残り試合数が1の選手がいます。で、こちら3点目が前半15分に決まりました。で、この後です。はい、対戦相手の通信を待っています、このままお待ちくださいという画面が出ますが、この画面が出たらだいたい15秒とか10秒ぐらい経過した後にタスクキルをします。はい、で、もう一度アプリの方に戻り直します。はい、ちょっとオーナー名とか伏せさせていただきますが、で、ログインします。で、ログインをするとご覧のように、いつまでも、ぐるぐる回り続けてるんですが、このぐるぐる回っている状態が、前の試合の、試合終了の処理をしている画面となっております。この試合終了処理がすごく長くて、1分から1分半、2分長ければかかってしまいますが、この時に必ずこれ以上アプリを落とさないようにしてください。この間に先ほど対戦相手の通知を待っていますの画面で、なぜタスクキルをしたのか解説いたします。先に相手の方が失点をした後に切断をしてきました。で、その15秒ぐらいに僕の方が切断の方をしました。この場合ですと容赦が切断をしたという扱いにはなっていますが、先に電源を切った方がその場合は切断負けという判定になるので、僕の方が切断勝ちになったというわけです。両方ともウイレアプリの方からは離れたということで、選手の契約用とかの画面は出てこなくなります。で、たまに今の画面で対戦相手の通信中と出ますが、また試合に戻るラグとかの、場合のケースもあって、例えば得点を決めた直後とか試合の決着がほぼ決まったような時点で今のような画面が出てきた場合のみに、必ず使ってください。試合の流れの中でたまたま通信が重くなってしまったみたいなケースでそれをやると、こちらの切断負けとなる場合が非常に多いため、必ず得点を決めた直後であったり決着がついたと思われる瞬間に今のようにやってください。はい、試合で切断勝ち扱いになりました。で、次へ押すと、もうタイトルの画面に戻って選手の契約の画面は出てきません。で、プレゼントボックスにイベントのクリア報酬の GP も入りました。まとめると、得点を決めた直後やある程度決着がついたような試合で対戦相手の通信を待っていますという画面になったら、その画面から15秒ほど経過した後にタスクキルをすると、切断勝ちかつ選手の契約料を払わなくていい状態となります。で、1点だけお願いがあるんですが、ゴールを決めた直後に長々とパフォーマンスをして対戦相手を切断させる気にさせる行為を意図的にやる等の行為はおやめください。対人イベントとかは画面の向こう側に必ずプレイしている生徒がいるので、その人のことも考えてしっかりと試合をするべきじゃないかと僕は思います。ですから、たとえゴールを決めたとしてもパフォーマンス等はしない、そして、自分たちも負けているときは切断をしない、この2点はしっかりと守っていただきたいと思います。それで繰り返しになりますが、こちらの方法まれに切断負けとなってしまう可能性もあります。やる場合は必ず自己責任でお願いいたします。
今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。